セカンドセットまで、ファーストセットじゃあラストの曲、あのリュータで歌ってもらおうかなと思って、決めてもらっていいかな。ちょっとお時間いただきます。セカンドセットじゃあこいつの太鼓で、イエーイ。じゃあ最後に、あのファーストセット最後に、その前にビール。その前にビール。あ、俺もビールお願いします。とりあえずね、今日音楽余興で、
そこにあのなんだっけ、投げ銭ボックスっていうのね、投げ銭スタイルなんで、ポートさん、あのゲックドラマとかの主題歌やってますが、まあ、そういうの関係だし、ね、我々の稼ぎはすごい、お父さんありがとうっていう、便乗商売ってことで、そこにあの札オンリーで札入れるの面白いでしょ結構 DJ もいるんでね、あの息子もいます、よろしくお願いします。じゃあ、ファーストセット最後に、じゃあ、じゃあ、リュウタ行きましょうか。お願いします。そうと、もうちょっと向こう行こうか。そこ座ってるよ、母親が来てます。嬉しいですよね、やっぱりね、いつもね、殺伐とした、ね、中でやっているんでね、こういう父親の絵とね、まさかの母親、そして私 の, あの姉と、あのそしてイリナーニとね、そして嫁と、みんなありがとう。こういうパーティー最高かなと思ってね、フジロックフェスティバルとかね、あの海外のね、モトさんももちろんみんなそういうフェスティバルとかも経験してますけどね、あのこういうハーフルなパーティーは自分にしかできないと思ってて、今日はありがとうございます。こういう父親の絵で1枚で50万以上からね、販売して、私に言ってもらえば漏れなく 50% は自分がもらう。お父さんありがとう。じゃあ最後に1曲、バラードをやって、ファーストセット終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こんなこと言ってますけどね、本当にね、あの親孝行なことをしてると僕は思うんですよ ね、あの集めてくれてね、ここであのまあ多分今まで親孝行しなかったのに今償いだと思うんですけど、一緒にね、一緒にいただいて償いの演奏ってことですけど、ね、よろしくお願いします。どうして、じゃあゆうちゃんお願いします。ありがとう。
剛が DJ してくれてセカンドセットもやりますので皆さんどうぞ今日楽しんでください。ありがとう。言いたくないんですけどそこにドネーションボックスなるものがあるんでね、札オンリーでね。ありがとうございます。じゃあ DJ 剛さんお願いします。お願いします。